5年ぶりに近畿に上陸した台風7号は、今朝和歌山に上陸し、関西を縦断しています。私は今、大阪平野区のスーパーに来ています。こちらの看板、見てみますと大きく崩れていることがわかります。強風の影響でスーパーの看板が剥がれ落ち、消防が出動。修復作業が行われました。大阪市内にある病院なんですが、足場が崩れていて危険な状態になっています。大阪市内では最大瞬間風速 28.2 メートルを観測。大型看板も吹き飛ばした強い風。大阪府内では8人が軽いけがをしました。12時50分現在、こちらのエリアでは停電しており、その影響で信号が消えています。今日午後2時過ぎの段階で、大阪南部を中心に7620件で停電が発生しました。昨日孫が来てたんやけど、はい、ここにいてなくてよかったなって。テレビ見れないし、クーラーつかないし、暑い状況やし。ああ、閉まっていますね。臨時休業と書かれています。大阪市内では大手百貨店が相次いで臨時休業。スーパーライフも近畿エリアにある166の店舗全店で休業しました。新世界にもほとんど観光客の姿はなく、臨時休業の店が目立ちます。そんな中、営業してます。観光客の方が多いんで、ひょっとしたら残られている方がいらっしゃったなと思って。観光客が殺到したのは、屋根のある心斎橋筋商店街。 We have the boots, we have the thing there, and we have the umbrella, so everything okay. 台風でも大阪観光を満喫できた様子。午前11時前です。新幹線は終日運転を見合わせています。ですが、ご覧のように駅構内には人だかりができています。外国人観光客でしょうか、困った様子で立ちすくんでいます。天王寺の方に行こうと思っているんですけど、JR も全部止まっちゃってるし、全部止まってるからどうしようと思ってたところです。この後、現在の状況、今後の見通しを詳しくお伝えします。大阪から優しいニュースです。今朝、和歌山に上陸し、近畿地方を縦断している台風7号。台風の中心に近い京都北部には辻記者がいます。現在の様子を伝えてもらいます。はい、私は今、京都府北部に位置する綾部市物部地区に来ています。現在、定期的に強い風が吹き、雨が降り続いているため、ご覧のように畑が浸水し、池のようになっています。綾部市では今日未明に集落の近くを流れるこちらの犀川が氾濫し、床下浸水の被害が出ています。またこの付近では土砂崩れによる被害も確認されています。濁流になって石やなんや今流れてきよったけど、そんな材木が流れてくるとか、そんなのもありません。綾部市では今日未明に80ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられ、市は引き続き川の氾濫や土砂崩れの警戒を呼びかけています。以上、綾部市から中継でした。京都北部の綾部から辻記者でした。続いて交通情報を伝えてもらいます。こちらは JR 大阪駅から大橋記者です。はい、 JR 大阪駅に来ています。台風7号の影響を受け、 JR 西日本の在来線はほとんどの区間で終日運転を取りやめています。今日運行しているのは大阪環状線と JR 夢前線のみで、現在大阪駅には列車の運休を知らない海外の観光客などが運転再開を待っています。また私鉄各社でも近鉄、南海、阪神電鉄でも一部運休、阪急電鉄、京阪電鉄は普通や準急などに限って運行しています。明日も JR 西日本では特急列車の一部を運休、
私鉄各社は安全が確認でき次第通常通りの運転を行うとしています。 JR 大阪駅から中継でお伝えしました。ここからは気になる台風情報ですが、清水さんに伝えてもらいます。お願いします。はい、よろしくお願いします。台風ですが、今日の午後1時に兵庫県の明石市に再上陸した後、はい、ちょっと速度を早めながら北へと進んでいますね。はい、勢力としましては少し弱まりまして、暴風域985ですか、今ね。はい、今985ヘクトパスカルで、暴風域がなくなりましたね。今、強風域だけとなっています。とはいえ、まだまだ油断はしていただいてほしくないんですよね。はい。はい、今日の、まずは雨の状況ですね、見ていただきましょう。この多いところをピックアップしたんですけれども、はい、8月1ヶ月に降る雨の量を同等ぐらいか、それを超えたぐらいの雨が、那智勝浦で539.5 ミリ、だいたい450ミリぐらい降りますので、それを超える雨、はい、大雨となっています。大変だったでしょう。はい、では明日の雨の予想を見てみますと、まださらに油断はしていただきたくないんですね。はい、雨量が増えそうです。北部中部南部ともにまだまださらに250ミリ、多いところで降る予想となっています。では大雨に対する注意も改めて見ておきましょう。お願いします。もうね、慣れた道でもアンダーパスは本当に気をつけてください。ついつい入ってしまうことがありますからね。またこれね、大阪多いんですよ、こういうアンダーパス結構、はいはい、気をつけてください。また河川の増水氾濫とした災害にも十分に警戒をしてください。では今日の風の状況を見ておきましょう。各地強い風吹きましたね。最大瞬間風速と最大風速並べております。最大風速が20メートルぐらいでしたら、その 1.5 倍ぐらいの一瞬の風吹きますから気をつけていただきたいです。じゃあ風の吹き方とその、状況を見ていただきますと、はい、15メートルを超えますと強い風で、ちょっと風に向かって歩くのはちょっと辛いような状況になります。瞬間的な風としましては瓦が飛んでくるような風、危ない風となっていますから、まだまだ注意をしてください。では明日にかけての予想です。明日もまだ風強い状況続きそうですね。今はまだ南寄りの風ですが、台風が過ぎ去った後は北寄りの吹き返しの風にも注意をしていただきたいところです。まだまだ油断は禁物ですね。はい、はい、ということでね、ここまでは気象予報士の清水さんに伝えていただきました。ありがとうございます。